はい、皆さんごきげんよう。どうも隊長です。本日もねコーチング動画やっていきたいなと思います。でなんですけど、なんか僕最近やっぱ動画全然撮れてなくて、コーチング以来ね、まあちょくちょく来てくださってるんですけど、どの方まで完了してるか、それをメモしてるね、パソコンにメモしといたんですけどね、それがね消えちゃったんですよ。なんで僕が多分間違えて消しちゃったんですよね。なのでもし今現時点、今撮影日が8月の1日なんですけど、でもし現時点で、まあ、この動画が、ね、いつ上がるかわからないんですけど、まあ、現時点で、まあ、コーチング依頼したんですけど、ちょっとまだ動画上がってませんみたいな、ありましたら、それちょっと教えてほしいなっていう、はい、お願いいたします。まあ、今日の動画も PC 版 CG の方ですね。ありがとうございます。今日のもしかして動画コーチング1回したかどうかも覚えてないっていう。そうなんですよ。なんでもしこれコーチング今からするんですけど、2回目だったら申し訳ないです。撮っててそれ分かると思うんですけど、でも上がってるってことは多分、1回もしたことないと思うんで、はい、まあ、やっていきましょう。で今回の方なんですけど、 CG 歴が1ヶ月半、めちゃくちゃ短いですね。でコメント欄解放 OK、 ソロラナでのプレイしかしたことありません。4画面ぶりのゲームで、M割ですか、コーチングは。いい、大丈夫ですよ。はい。あ、初心、なんか、あれですね。オペレーター全然解放してない感じがまたいいですね。1ヶ月半で、そこのデフォカメを壊す意識があるのがもう素晴らしいですね。俺はもうそこ見てるからね。今のダイヤ体ですら、もう壊さない人たちいるからね。なんかまあ最近の話なんですけど、ほんと CG やる頻度減って、でもなんかやってなくてもやっぱ立ち前さえあればいけんなって思いますね。うん。お、ナイス。素晴らしい1キルですね。おお、そんなのも上がっちゃうの？お、なんかいるね。あー、これはナイスですね。ドッキリ、マジタイミングいいな。ナイスタイミングだ。これ見るべき場所合ってますね。うん、そこっすね。一応 LG 味方いるけどね。お、ここは別になんか、まあもう一回ドローン回して、グリーチングのちょっと、まあいっか。勝てそうだな。普通に視点移動綺麗っすね。これ1ヶ月これでなんのか。センスしかないっすね。お、ナイス。ちょっと一瞬今危なかったけどね。みんなほら行っちゃって。ナイスナイス。うん、次逆ボムっすかね。逆ボム？なんて言うんだっけ、女神か。主催からね、取りに行く人たちも全然いますよね。割とそれが厄介だったりするんですよね。真下いるのパルススですね。突き上げ怖いです。なんか見るべき場所がなんか合ってるんだよな。以前 CS でやってたんですかね。それ並みですけどね。1ヶ月半で、俺だったら分かんないっすね。僕も今ね、ディフューザーのことについて触れてないっすね。もう今に枚数削ることを意識ですね。ナイス。あ、上がってくるな、多分。そう、そこそこ。心拍取ってる。結構来るな、それ。多分来ますよ。ナイス。あー、ダメ。これはまあ、どうもいいっす。さあ、次は防衛ですね。まあ、ここの勇士もっと下でもいいかな。やっぱ上がってくるところじゃ遅いんで、上がろうとしているところに置くべきっすね。
さあ展開早いっすね。お、危ない。突き上げだるすぎる。いやどんまい。え、普通にダイヤチャームついてんな。1ヶ月半のサーバー、1ヶ月半でランクマッチで、普通に相手ちょっとダイヤと当たるのか。これは怖いっすね。ちょっと突き上げしてる位置がもう的確すぎるな。相手がまあここにこもってるだろうなってあるとこに今突き上げ入りましたよね。うーん、普通に相手のレベルが高い説ある。そうっすね、ここを前目にピークする際は階段側はまず見た方がいいっすね。で決め打ち気味で行った方がいいっすね。あ、ナイス。これ1ヶ月半ですか。本当にうまくないっすか。いや、うまい。めちゃくちゃうまいっすね。突き上げフラグだったよ今。あ、インパクトか。あ、いや、わかんないけど、下いるかもね、まだ。ここは味方の位置とかちょっと見た方がいいっすね。僕見たいっすね、こういう時。あ、来そうですね。来た。惜しい。おお、これまあ有利っすね今。 あナイス。縦裏に回っちゃったんであれだったけど、これあのアリバイ壊さずに敵が L 字から進行してきてたらだいぶ判断いいと思いますよ。だいたい初心者、まあ、やっぱ1ヶ月半って聞くと、まだコッパーとかだと思うんですよね。あー、でも壊しちゃったっぽいっすね。あれ壊さなかったらな、うまいんだけどね。いわゆる壊したことによって、アリバイからすると、あそこできるんだって分かっちゃうんで、あーどうもです。やっぱりよくなんか、まあ初心者にありがちなのがスニークとかねしようとうまくできてるのになぜか現地のガジェット壊し始めるっていう攻撃側で防衛ガジェット壊すとかね。そう、それすんごいもったいないんですよね。せっかく味方、自分の位置か、自分の位置バレてないのにそのガジェット壊しちゃったせいで、あ、敵現地いるってあの防衛側に悟られて防衛側にねバレちゃうんで、それでもったいないんですよね。まあなんか話したら終わっちゃいましたね解説しろっていうね。まあ今アリバイさんがこれやられたのはまあ完全に甘えなんで別になくてもいいかなっていう、やんなくてもいいあれなんで、はい、それ直していただければって感じですね。はい、ということでね、まあ見たんですけど、まあこれは普通にプラチナいってると思いますよ。全然ね悪くないと思います。はい、はい、ということでね見ていきます。早速出てます。プラチナいってますね。はい、ケリも 1.2 素晴らしいですね。まあやっぱそうね、まあ単純に見るべきところとかがしっかりしてるんでね、これでプラチナいってなかったらおかしいですっていう、これでプラチナじゃなかったらもう野良に激怒って感じで大丈夫だと思います。はいということでね、本日はこちらで以上になります。ごきげんよう。